ごきげんよう。ジェームズ君、はじめまして。あ、君がジェームズ君かな。はじめまして、瀬川って言います。これからよろしくね。パパ、パパ、あの、初めて会う人に何て言えばいいんだっけ、こういう時。あ、あれか、教えてもらった時、あれか、あれか。ごきげんよう、ザコども。おとん、教育ミスってんぞ、こいつ。ごきげんよう。ジェームズ君ってさ、はい、将来の夢なんかあんの？将来の夢ですか、うん、あ、もう決まってますよ。なに YouTubers。 いや、めっちゃ発音ええな。はい、YouTuber なんの？そうです。なあ、そう、なんでそれは。なんか、あの、お父さんに憧れて。お父さん？はい。お父さんも YouTuber なん？お父さんは、あの、インカ系 YouTuber って言ってました。言ってました。はい。その人売れてる？大丈夫？その人なんかコメント欄とかでずっとニキビとか言われててかわいそうですね。それもうやばいやつじゃん。はい。なんか僕もニキビあんま作んないようにしようと思いました。いやいやいや、今日でっかい鼻のやつあるよ。ごきげんよう。ジェームズくん。はい。なんかジェームズくんってさ、好きな子とかいんの？あ、好きな人ですか。うん。あ、今のとこいません。え、あ、そうなん？はい。クラスの子とかは？あ、ちょっとあの、なんか お父さんが、なんかあの、ちっちゃい時から、アンナちゃんって名前の人以外と、付き合うなって言われてて。え？なんか、アンナちゃんって名前の人じゃないと好きになっちゃいけないって言われてるんですよ。そんなことある？まあ、あるんですよね。なんでアンナがいいんやろ？なんかアンナちゃんっていう名前の人は絶対に運命な人だっていう伝えがあるんですよね。じゃあお母さんもアンナっていうの？お母さんはヨシエです。ちゃうんかい。ごきげんよう。あ、僕はあの最近すごく勉強してます。ああ、そうだ、偉いね。はい、お父さんがすごくいろんなことを教えてくれるんで。ああ、お父さんやんか。はい、なんか動画とか見せられてすごい教えられます。動画？あ、なんか真剣ゼミとかなんかそういう勉強の動画？あー、違いますね。え、ちゃうの？アンナちゃん抜き抜き潮吹き3連発大作戦っていうやつ見せられる。いや、どんなタイトルやん。うん、ご機嫌ご機嫌ご機嫌。動画見てくれてありがとう。説明欄の方にフルアクティブ。なんもねえよ。まあ、いろいろあります。チャンネル登録よろしく。せーの、ゴキブリ。お疲れ様です。よっしゃー。風間行くぞ。